ああ、なるほどな。自分の身を犠牲にして。あ、やべえ。ちょっと待てよ。これはやべえぞ。考えないと。はい、こんにちは、こんばんは。ユーロです。では、メディスファイナルファンタジーやっていきたいと思いますが、今回はこのギルガメッシュパーティーをやっていきたいと思います。お祭り男ギルガメッシュ剣山と、マイン御礼、2周年ご祝儀バトルタワー、愉快な仲間たちを引き連れて、天下無双のお祭り男ギルガメッシュ参上と、で、アルティメットカードにゼニ投げがあるということで、なんかね、ご祝儀も豊富にあるということなのでやっていきます。初見プレイ。まあね、多分最上層止まりになるでしょうけど、今回も。前回、ライトニングの先行の時もね、なんだかんだで最上階、一回死んで終わったというね、情けない感じでしたが、今回はどうだろう。念のため言っとくけどさ。なんだよ。あいつの名乗りを邪魔しないでよ。あいつの名乗りこれをいちいち見ないといけないっていうね、なんか嬉しくなるっていうね。あんなのじっくり聞きたいか。絶対このギルガメッシュの時こういう冷めた意見、ガイアが冷めた意見っていうのも含めてお約束みたいなね。上演中のおしゃべりはマナー違反だろうが。悪かったな、黙って見てやるから始めてくれ。にゅーい。にゅーい。素直ね。誰が呼んだか知らないが、呼ばれて飛び出てここに参上。2周年の記念に呼んでくれなかったらどうしようかと不安になっていたところだ。なんかすっごい演出凝ってる。何この無駄な桜吹雪。上さん分かってるな、このキャラの生かし方を分かってる。あんなあの膝の関節のところにも剣っていうか刃物ついてたんだ、今気づいた。お、剣山さすが、縦画面専用になってるけど剣山が読めなかった。光の戦士を目指す者よ、冒険のクライマックスを迎えるお前を俺のやり方で祝ってやるからありがたく思え。ありがたく思えだなんて何様よね。とりあえずあんたを倒せばいいんだな。まあそういうことだな。確かにそうだが、もうちょっと言い方があるだろう。俺はこういう性格なんだ。聞くほど身も蓋もないのよね。相変わらずノリの悪い野郎だぜ。だが今回の俺は一人じゃねえ。次元の狭間で巡り合ったかけがえのない友は誰だ。ついてる友。見せてやるぜ、俺たちの友情をな。友情パワーでパーティー組んで寄ってたかって袋叩きだ。友情っていうか頭数で押すだけの単に卑怯な作戦じゃないの。俺は構わない、多数を相手にするのは慣れてる。袋叩きと言ってくれたな。やれるものならやってみろ。いい覚悟だ。望み通りボコボコにしてやるぜ。ボコボコにしてやるぜ。そう、塔を登ってこい。首を洗って待ってろよ。顔を洗って待ってるぜ。どういうことだよ。ギルガメッシュの友だってさ。誰かな誰かな。強敵と書いて友と読むけ。戦ってみてのお楽しみだね。だいたい想像はつく。どうせトンベリだのそのあたりの連中だろう。そのあたりの連中、本当身も蓋もないね。お祭り男ギルガメッシュが2周年のご祝儀満載で現れましたと。銭投げで魔石ドロップ、さらにはアルティメットカードもドロップするようです。タワーを登ってご褒美をゲットしましょうと。なるほど。じゃあ登ろうか。第2層。
第2層。じゃあやっていこう。まあ2層ぐらいは多分勝てるだろう。勝てるだろう。いざ行かん。いやー、サマーセール皆さん何か買ってますかね。えぜひこれを機会にね、お金をウォレットコードをいつ使うんだって言われたらもう今しかないと思うので、ぜひ積極的にお金を使っていただきたいなと。別にバルブの回し物じゃないけどね、え本当やりたいゲームとかいっぱい安くなってるので。でもね、なんか買うの躊躇する気持ちもわかるんですよね。ためらう感じあるんですよね。確かに。あ、間違えた。ボタン間違えた。なので、ちょっと買うのためらっている人がいるならば、その気持ちはわからなくもない、うん。確かに思い切りが必要ですからね。普段、やっぱり汗水垂らして、あるお金ですから。ただまあね、その時のためにお金を貯めてると言ってもいいと思うので、うん、積極的に買ってほしいかなっていう感じはしますね。まあでも本当今ちょっといろいろ企画を考えていて、 Steam にどんなゲームがあるのか、まあオープンワールド系の対策はみんな多分知ってると思うんですよ。あのバイオハザード7もそうですし、フォールアウト4とか、まあウィッチャーとか、まあ最近ですとプレイとかね、ありましたけど、まあ PUBG 13日の金曜日もそうですが、有名どころはまあ紹介しなくてもいいと思うんで、ちょっとね、やっぱり Steam おすすめゲーム配信をしてるこのチャンネルならではの、ちょっとね、Steam でインディー系で、あまり日本では知られていないけどでも面白い名作っていうのをいっぱい Steam は眠ってるので、なんかそういうのをどんどん紹介していければなっていう企画をね考えてるんですが、何せ時間がない、時間が欲しい、ちょっと忙しい、どうにかしてくれっていう感じ。はい、ちょっとね息子もね体調崩して今入院してるんですよね。それの世話とかもあるし、自分の仕事関係もあるしね、ほんと皆さん忙しい中でもちゃんとねゲームのために時間を取り分けて、ちゃんと取り分けてるわけだね。なんかやっぱりこのゲームの続きがあるからいろんなこと頑張れるみたいなねものはありますよね。はい、そんなこんなで、まあ、忙しいですが、できるだけね、たくさん買って、たくさんのゲーム紹介したいなと思うんですよ。ね、それが多分、なんか役に立つことだと思うので、大型セールね、買いたいけど躊躇している人に多分、役に立つと思うので、動画的に。あ、こういうゲームもあるのかと、じゃあ買ってみようかな、みたいなね、軽い感じでもいいので、ちょっと発掘して、いろんなゲームを紹介していきたい、うん、なのでそういう企画をね今考えてるんですが、なんかアイデアだけで終わったら悲しいので、なんとかこの7月6日までですよね、まだ、まあ、時間はあるので2週間弱、まあたくさんのゲームを紹介する動画を上げられたらなと思ってるので、もしこのゲーム配信メビウスファイナルファンタジーはおそらく見ている人は、まあ、スマホのゲーム中心に今やってる方が多いと思うんですよ。なのでそういう方に Steam の魅力を知ってもらってですね、ぜひどんなゲームがあるのか、スマホのゲームだけじゃない PC ゲームの魅力も知っていただければなと思います。結構ねコンシューマー版でPC ゲームで流行って、コンシューマー版でプレイステ4とかに
登場しているゲームもありますからね。だからそういうゲームとかをこう発掘してぜひやってほしいなと、スマホユーザーに思います。自分の願いです。そうだな。あ、今聞いてなかった。全然やりがいもなかったな。確かに。あ、そうか、こうやって負けていって、そうかそうか、そんな感じだったな。そういえばギルガメッシュって何回も出てきて、こうやられてはまた新たな情報を教えていくみたいな。もちろんだ。どう役立つ。集めて楽しいぞ。集めて楽しいぞ。全部揃えると友達に自慢できるぞ。そんなの全然意味ないじゃないの。友達に自慢なんて。いや、結構それが意味あったりするんだよな。友達に自慢っていうのは結構一番なんかこうすっきりする。だいたいカードを集めるって自慢するとか自己満足の世界ですからね。ギルガメッシュの言うことも一理ある。そうか、それは気の毒なことをしちまったな。本当にすまなかった。バカバカ俺のバカバカバカ俺のバカって久しぶりだな。本当にひどいよね。バカ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 わしのバカ。なんかあったよな。さあ、あれ、もう10層に来てる。え、で12層。え、どういう走行性になってるんだこれ。あれ、今、あ、もう喋ってる間に8層まで来ていたってこと。まあいいわ。まあとりあえずこの辺は余裕っしょ。考えなくても勝てる。勝てそう。もうこれでやられてますからね。発揮士って弱え。まあまだ12層ですからね。と言いつつアルティメットハイパール。釘バットでも楽勝だな。この釘バットでも楽勝だなっていうセリフってなんかあるのかな。あの他のファイナルファンタジーのゲームになんか決めゼリフっぽくなっているけど、これウォルさん特有の決めゼリフなんかな。釘バットでも楽勝だな。ちょっと釘バットを実装してほしいな、新たな武器で。本当楽勝なのかどうか。先を急ぎましょう。なんかね、自分が気になってるのは 2DRPG で、あのリサっていう LISA だったと思うんだけど、まあこの週刊スチーム通信とか動画でも結構それ気になるって言ってたと思うんですけど、あのなんか薬中の麻薬中毒の人が主人公の、麻薬中毒患者が赤ちゃんを育てるっていう、なんかすごいもう設定がからなんか興味惹かれる RPG なんですけど、それがだいたい6時間から8時間ぐらいでクリアできるらしいんですよ、本編。なので気軽に楽しめるので、それちょっと実況したいなと思ってるんですけどね。それは日本語化は有志がやっていて、ちょっとやらないといけないんですけどね。こっちで設定しないといけないんですけど、まあそれも Steam ではあることで、結構みんなあの有志の日本語化したものを別でファイルダウンロードして、そのファイルをそのホルダーに入れて日本語化して楽しむっていうパターンのやつだと思うんですけど、はい。なんかそういうリサっていう RPG があって、それはまあ多分確実にこのサマーセール期間中に買うだろうなと。それね、安くなってるんですよね。 50%、60% オフで500〜600円で買える RPG なので、そういう気軽さがいいですよね。で、あんまりその失敗してもお金を圧迫しないので、そういう意味でもいいですよね。こうなんか2000円とか3000円のものを買って、あのババを捕まされた気分っていうのがねあるので、なんとも言えませんよね。だからこそみんなのリサーチでもう確実に面白いですよっていうのをつかみたいっていうのがあるんですよね。さあ、24層のギルガメッシュ、バトルタワー24層ギルガメッシュ、多分一撃じゃねえかな。
さい。別にありじゃないでしょうか。さあまだ 69,195 位。なるほど、まだまだだ。前回確か全部クリアして3万位ぐらいだったよな、確かな。お、前回のライトニングさんの時よりみんな参加してる感じするな、多分そんな感じがする。お、シードいっぱいもらえるの嬉しいな。さあどんどん行きましょう。よく来たな。俺たちは腕に覚えの友情タッグ、アラブル剛腕うねくる触手、二人合わせて手数で勝負。確かに手数は多そう。手を取って戦わば手がつけられない腕自慢。口先八丁手八丁、お前を手玉に取ってやる。うまいこと言ったとか思ってるんだろうな、この作家さん。これを考えた。どうしたオルちゃん、テンション低い。オルちゃん、オルちゃん喋れないのか。そうか、オルちゃん妖精が怖いそうだ。なんかあのギルガメッシュって本当よく見ると気持ち悪いよな、これ腕生えてて。あっそ、タコチュウにしては賢い判断ね。タコチュウ、とりわけ年齢の話題は地雷らしいな。エコお姉さんえげつないですせと言ってるぞ。誰が姉さんよ、寝言は寝て言えっつの。俺にはよくわからんが、乙女心ってやつか。たとえ微妙なお年頃でも無理して若作りなんかしないでありのままでいいのにな。あんたね、ギルガメッシュ、その話はやめた方が身のためだぞ。でもお前ならわかるだろう、歳を重ねてこそ醸し出される大人の魅力って素敵じゃねえか。そう、例えるなら、よく語るな。発酵した漬物のごとく。何が発酵した漬物。せめて熟成って言え。そっちかい。もう勘弁なんないっつの。このタコ中ども、まとめてぶっちめて。ぶっちめて。何をすっけな。俺のどこがタコだ。6本腕と2本足合わせて8本、じゃあタコでしょうが。おお、言われてみれば確かに。納得したところでお仕置きの時間だ。エコーの怒りの矛先が俺に向いたら面倒だからな。そうきたか。あ、ここでは戦えないんだ、これからそうなりますよ的な感じか。なるほどな、コンビで来ますよと。多分その相方さんが支援する感じなんだろうな、攻撃力上げたりとか。まあやるけどね、動画以外のところで挑戦してるけどね。ああ、このねファイナルファンタジー13やった方わかると思いますが、このねお中さんの高中とお中のコンビ、これに何回もやられた人多いんじゃないでしょうか。あのね13終盤のあのアンティラキティラ、アンティラキティラ、アンティラキティラ大平原だったかな。そこでまあいろんな依頼をこなしていくイベントがあるんですけど、まあやってもやらなくてもどっちでもいいんですけど、本編とは関係ない。そこにねオチューさんがコーチュー連れてね来るんですけど、なかなか強かった。なんかそこ苦労した覚えあるもん、あのオチューとコーチューの、コーチューのねを先に倒すんですけど、甲虫の攻撃がもうなんかうっとしくて、こまごました攻撃を素早く何回もやってくるので、うん、これファイナルファンタジー13あるあるですよ、甲虫と甲虫の攻撃。分かってるわ、このゲームほんと詰まってる。なんかライトニングさん登場させたり、ファイナルファンタジー14よく知らないけどヤシュトラさんとかね登場したり、ファイナルファンタジー7のねもう一番人気といってクラウドセフィロス、あの辺りを登場させたりね、このモンスターのコンビもねちゃんとそれを踏襲していると。ああそうか、土か。何も考えないにも程があるだろうって感じだね。影に沈め、よし
だからこうメビウスファイナルファンタジー自体がそんなにファンじゃない人でもやっぱりファイナルファンタジー好きだからやるっていう人がいるんじゃないかな、うん、なんかギルガメッシュ登場もそうだしなんかやりたくなるんですよね。ついつい先を見たくなるというか、だからなんかスタッフさん分かってるなっていう感じするな。ほんと嬉しいわ。こういうゲームがねスマホでハイクオリティで存在して、しかもそれをねスチーム配信してくれてるというこのありがたさ噛み締めながらやっておりますよ。梅さん、ファイナルファンタジー15のスチーム展開期待してますよ。っていうかみんな結構それ期待してますよ。結構声聞きますよ。ファイナルファンタジー3がスチームで展開されたら買うっていう人結構周りにもいますよ。運営さん、なんとかお願いします。でね、ファイナルファンタジーといえばゾルディアックでだったっけ、なんかファイナルファンタジー7の12の出ますよね、リマスターバージョンが。それもねゆくゆくはファイナルファンタジー10と一緒でスチームに出してくれるのかなと思っておりますよ。それも期待しておりますよ、うん、ちょっと勝てんじゃないかこいつ。勝てそうだからちょっと軽くジャブ、あまだいけるわ一発で。さあなんだかんだで一応危なげなく最上層まで来ました。多分最上層は骨のある感じじゃないかなと思うので、はい、やっていこう。お、先制攻撃が半端ないな。このなんか先制攻撃される感じはなんだ。なるほど。あ、そうか。シャキシャキーン。お、トンベリさん。なるほど。さすが。強い。なるほど。さあ、ブレーク回復、なかなか面白い攻撃が。クーポー、黒いクーポー。お、種のエネルギーを発信している。魔のエネルギーを受信している。なるほど、そうなんだ。これで勝てるっしょ。よし、さあ最上層の頂上か。あんたにつけようのもこれで終わりだ。これで終わりだ。いよいよだ、ついに終わる。
終わっちまうぜ。お前の旅が。なあ、ギルガメッシュ。あんたはこれまで、他の世界でたくさんの光の戦士たちに会ってきたんだよな。あんたから見て、どう思う？パラミティアの俺は、めっちゃ真面目な質問。なると思うか？失格だ。はっきり言うんだな。俺に聞いたりするからだ。何かになろうとするにあたって、なれるかどうか人に聞いてるうちは、いいこと言うじゃん。何もなるやしない。その通り。他人なんざ気にせず、がむしゃらに生きたいだけ。なんかちょっと今来たよ。胸に来た。自分だけの場所、自分の場所へたどり着く。覚えておく。誰かの受け売りだろう。光の戦士になりたいと心から。いや、ちょっとギルガメッシュの言葉が不覚にも心に刺さった今。ほんといいこと言うわ。俺に敗れて旅を終えるか、俺に勝って終わりへの旅を続けるか、二つに一つの運命を剣にかけて選ぶがいい。選ぶまでもない。誰と戦うことになろうが、たとえカオスが相手だろうが、最後に勝つのはこの俺だ。この俺だ。いい声だな、信長さん。この俺だ。聞かねえよ。さあ、さっさとここは肩をつけさせてもらおうか。ベスベス、終わりだ終わりだ。よし、俺は俺の現実を生き、俺は俺の現実を生きてくれ。お、59,000、え900、あ、違うか、次か。お、57,720。やっぱここで一気に詰まる、いつものパターン。57,720まで来たよ。さあ、これで多分また新たな強い敵が待っているみたいな、いつもの調子でなるのかな。ここまではご苦労様。お、召喚チケット2枚、嬉しい。お、クリスタル5個。お、ドローコイン。お、金のオーブナー2個。シードがないとき、これで補える、嬉しい。まったくお前は大したやつだ。俺たちパーティーの挑戦をしっかり乗り越えやがったぜ。何がパーティーよ。お祝いのパーティーかと思った。確かに。パーティー組んで襲ってくるなんて。まあいいさ、気楽にやれたのは確かだ。予言だのなんだのめんどくさいことを忘れて迷わず戦えた。俺はただお前が前に進んでいく姿を見たいと思っただけだ。そしていつの日かお前が運命の終局に達し、まことの英雄となったとき、すごい、お前を倒し、武具をいただく。とはいえ、この子ひねくれてるから、真っ当な光の戦士になれるとは思えないけど。上等だ。俺は様々な世界で光の戦士たちに会ってきたが、ただのいい子ちゃんなんて一人もいやしなかったぜ。みんなそれぞれどこかしら欠けていたり抜けていたり曲がっていたり歪んでいたりだ。そんな弱点を乗り越えてこそか。あるいは己の欠点を受け入れてこそ。うわー、いいこと言う。強くなる。なんかいちいち言葉刺さってくる。何これ。下を向いて食えるぐらいなら前を向いて開き直ってやる。その意気だ。その意気だ。お前が最後の最後までお前らしく戦うことを心から祈っているぞ。次元の狭間でまた会う日まで、今はさらばだ、我が友よ。友なんだ。友達だったんだ。お、ギルガメッシュパーティーをクリアしました。やったー。おめでとうございます。ギルガメッシュタワーを制覇しました。この先の、あ、やっぱり無限輪にある。レンタルカード禁止、コンティニュー禁止となります。限界までご褒美をゲットしましょう。
ここからが本番ってやつだな。よし、ユーロチャンネル。あー、なんか PUBG やりたくなってきた。全然関係ないけど、 PUBG やりてー。 PUBG がやりたくなってきた。お、足りてない。しまった。あ、そうか。あ、しまった、ブレイクできなかった。これあれなのかな、ソルジャーファーストってそんなブレイクパワーって強くないのかな。どうなんだろうな。よし、ダシャン。そうか、オッケー。さあ、あっちは無限、こっちは有限。まあ多分そんなに考えなくてもまだ大丈夫でしょう。これが闇だ。これが闇か。今必殺のクス。なるほど。多少暗いはず。ああ、しまった。違う違う、間違えた。わいだ、また今度相手してやれ。さあ、さあこれで削れるか、削れるか。あー、ちょっと足りない。攻撃食らっちまった。まともに削りきれてね。まあこれでもいいけど。あ、削れなかった。また痛い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 。結構硬えんだなこいつ。やべえやつだ、やべえやつ来たわ。そうかそうか。ガード打っといたら大丈夫でしょ。すごい、自分の今身を犠牲にしてあれしたな。あー、なるほど、そういうことか。なるほどね。興味ない。確かに。めった打ち。あ、そう、こいつエレメントなくすんだ。なるほど、今気づいた。そうか、そういう敵もいるのか。あ、なるほどな。自分の身を犠牲にして。あ、やべえ、ちょっと待てよ、これはやべえぞ。考えないと。と言っても闇になってる。そうかそうか、エレメントをじゃあ残しちゃダメなんだな。あー、これやばいな。しまった。
やばい、これ死ぬな。ちょっとやっちまったけど、まあここで終わりですね。やっちまった。ちょっともうちょっと考えてよかった。はい、というわけで、はい、結果ここでした。初めて負けました。まあでももうちょっといけそうですね、考えたら。まあこんな感じでいけました。やった。まあクリアしたのでいいでしょう。さあ皆さんは一回も死なずにどこまで行けたでしょうか。まあ何回も挑戦して多分めっちゃ上の方まで行ったとは思いますが、自分はこんな結果でした。ではまた見に来てくださいね。あーでもなんかギルガメッシュの言葉が結構心に突き刺さったな。はい、イオロでした。バイバイ。